はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。サハラン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。4月2日 NHK スクランブルでもよろしくご参集ください。横断幕を新調させていただきました。この前持ってくれた人にたるんだり風で舞い上がったりするということで、安いペラペラのやつで間に合わせたんですけど、ちゃんとしたのを作り出していただきました。割増金とか言って調子こいてる NHK に鉄よ。参院の憲法審査会は毎週開かれていないが、衆院の憲法審査会は今年に入って毎週開催されているそうです。そのことについて小西洋之、毎週開催は憲法のことを考えない猿がやることだ、何も考えていない人たち蛮族の行為で野蛮、3月29日発言。なんでこれ分かっちゃったかっていうと、オフレコらしいんですけれども、富士と NHK がそれ報道しちゃったからですね。一般反応です。蛮族は言い過ぎでは、与野党が合意していることを蛮族呼ばわりしたら、お仲間も蛮族ってことじゃん。立憲民主党執行部も蛮族で猿だということやな。小西の法的措置の対象がどんどん増えていく。最近のこの人の発言、書き込みは前以上に狂気を感じる。前もこんな感じでしたよ。話題になっかなんねえかだけで。懲罰動議発動せよ。さすが課長補佐代理。レッドラインこういった発言だろ。憲法審査会からは外されるだろうな。なんで憲法審査会に小西が口出すかといえば、小西はですね、参院の憲法審査会の立憲の筆頭幹事だそうであります。立憲人材不足極まれりですね。人材ならいっぱいいるのにね。小西洋之、この発言を報道した NHK と FNN 富士ですね、圧力をかける。この際放送法に違反し変更報道を続ける NHK とフジテレビに対し、放送法などあらゆる手段を講じてその報道姿勢の改善を求めたいと考えます。また法的措置取るっていう脅しですかね。一般反応です。堂々と圧力かけるな。報道への圧力では、小西は何と戦ってんだ。頑張ってね。圧力かけるサイドに回ってて草生える。放送法ガーって騒いでさ、政治家としてそれでいいんか。さてメディアに圧力かけてるのは誰でしょうかね。違反かどうかの判断は裁判所ではなく小西の好き嫌いで決まっちゃうんだな。フジテレビと NHK 本当に潰してくれるんだったらいいよ。その潰す行動は応援しますよ。放送法に違反し変更報道を続ける NHK とフジテレビって断言しちゃってますけど、何日何時のこの放送のこの部分が放送法何条何項にこのように違反っていう説明はなしと。いつものですね。何罪なのかと聞かれればですね、俺に都合悪いだろう罪ですかね。小西には俺に都合悪いだろう罪。そういえば麻布食品ツイート罪も抗議のですね、俺に都合悪いだろう罪かな。賢者、小西は高市さん追及がうまくいかなくてジタバタしているように見えるが、本気ですでこう思ってるから気をつけろということでね。うまくいかなかったって思ってねえもんね、小西はね。すげえうまくいったって思ってもんね。私もそうだと思います。全くの素でやってます。それじゃあまるで気違いじゃないかって思われたあなた、その通りであります。さらに小西、富士に追い圧力というか脅迫かけてました。気に食わないなら真正面から私の政権について論戦を挑めばいいのに、報道倫理に反して攻撃的な報道を行うのはおよそ言論機関とは言えない。元放送制作課課長補佐に喧嘩を売るとはいい度胸だと思うか、てんてんてんということで。小西総務省の課長補佐だったみたいですね。課長補佐ってそんなに偉いの？元放送制作課長補佐に喧嘩売るとはいい度胸だと思うが、元課長補佐さんかっけー。課長補佐で威張るってダサすぎ。V シネマの見過ぎでは。お前が出現したからだろ。おい、崖に向かって全力疾走してるぞ。安倍高市は議論だけで悪い圧力、自分のは良い圧力と。
喧嘩売るとはいい度胸だって、今時ヤクザも使わんぞ。恫喝と脅迫がお好きですね。元課長補佐で、いばっか普通って思うんですけど、現職ならまだしもですね、元職で何ができんのたんち。現職でそんなこと言ったら、俺に都合悪いだろ罪を適用したらですね、職権乱用で怒られますよ。毎週開催は猿で満足。発言に他の憲法審査会委員が反発、反応。維新、三木議員、衆院憲法審に対する侮辱だ。憲法審として謝罪を求めるべきだ。民民玉木、衆院憲法審への冒涜だ。発言の撤回と謝罪を求めたい。幹事会、断じて許されないという声が相次ぐ。一般判断です。さすがに人格的に問題ありすぎ。元からやばかったけど、最近壊れてね。いや、完全にぶっ壊れてるよ。これ、謝れるのがこの男に。辞職するしかないな。このままお咎めなしなら、猿番族は立憲の総意ってことでいいな。自民としては、オウンゴール決めまくる小西を辞めさせたくないだろう。そろそろ亡命事項。自民、維新、助かる。後半のライバル党ですからね。オフレク発言を、報道しやがったが、小西の言い分なんで、で、富士と NHK 覚悟しろみたいなことなんで、まあ、口頭注意ぐらいで終わりそうなね。議会発言じゃないから、まあ、懲罰委員会までは行かないでしょうね、と、懲罰経験のある私が言ってみると。懲罰委員会にかけられた私が言ってみると。立憲も、除名しないでしょ。小西の発言はですね、そうだそうだ、と喜ぶですね。ディープで、ハードコアで、治療不可能、予後不良なパヨ支持者も多そうだしね。予算委での小西文書高市追及に評価が分かれました。市民連合山口二郎法政大教授。小西文書ばっかで軍拡予算がすんなり通っちゃったじゃないか。あ、軍事費拡大ですね。通っちゃったじゃないか。立憲幹部、大ホームランだ。安住国対委員長、さらに追及する。5年ものだった5年騒いだ盛りかけ酒らをまたやるみたいですね。支持者がバカだから、立憲民主党の議員もバカで仕方がない。本当に世論読めないんだな、こいつら。自分で自分にデッドボール。どちらかというと、審判を殴り倒して俺がルールブックだと叫んだ感じ。自軍のベンチを直撃。ホームランが。防衛費を議論したら、立憲は割れるので、笑い、話題そらしと。2週間前の記事かと思ったら、今日で大爆笑。結局まだまだしつこくやるって方針みたいですね。よかった。ああ、全員バカで。支持率が上向くことはなさそうですね、これでね。統一選を迎える立憲の地方議員は、かわいそうですね。上層部がこんなんでね。立憲で頭がおかしいのは、小西だけじゃありませんので、大丈夫です。何がって感じなんですけど、安住淳国対委員長、3月28日、早期の解散総選挙があったら、受けて立たなければならない。3月29日、いきなりの解散は、党利党略だ。大義がない。ね、頭おかしいでしょ。24時間でこんなひっくり返っちゃうのはね、一般判断ですね。負け癖つけすぎ。つまり、解散しちゃ嫌よ。いつまでやっても、立憲の挽回はないよ。あんたらもういりません。自分らの都合を押し付けんなよ。ビビってるビビってるヘイヘイ。野球のヤジですかこれ。解散しろしろいつも言うくせに、詭弁が過ぎませんか。大義皆無の党が何言ってんだよ。枝野幸男、公約を作る準備期間をもらわないと困る。3ヶ月ぐらい。丸山穂高、政党なんだから政策は常時用意してないとダメっしょ。枝野発狂ということがありまして、立憲内部ではですね、小沢一郎が定めた政策議論禁止が今でも現状に、厳重に守られています。政策の議論はしちゃいけない、立憲の中では。全員ですね、俺が私が、という連中なんで、議論すると分裂するって見抜いた小沢一郎。なので立憲はですね、党の方針や政策が一切作れません。せいぜいみんなが反対しないですね。ジェンダーやらフェミやら女性活躍やらを表に掲げて、というかこれぐらいしか掲げられません。つまりですね、いつ選挙やっても都合悪い、準備不足なのが立憲なんですよ。私が生きてるうちに立憲の消滅が見たいな。社会党改め社民党は
消滅が見れそうで、まあ期待してんですけどね、私が生きてる間にね。というわけで、NHK スクランブルでもやります。4月2日、渋谷に午後、集合してください。予園公園、ドッグラン、向かい、春の小川コミュニティパーク。春の小川公園でいいじゃんね。なんでこんな横文字つけんの？長くてしょうがねえ、って思うんですけども、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。